ビジュラ TV。 ノブです。ミキティです。ハスラ TV シキーン。なんだこれ。これ意味わかります？わかんないよね。ありがとうございます。これは1300人、ありがとうございます。登録者1300人超えました、はい、ありがとうございます。奇跡、奇跡としか言いようがない。奇跡だって50人目指したの。50人いたらいいな、100人いくかな、ドキドキとかずっとしてたじゃん。1年前やばい、忘れてくんね、そういうドキドキ感。あ、初心に戻らないと。これはまさに初心に戻る。そうですね、私紙に書いたの取っといてるね。明後日水曜日が新月なんですよ。私は新月に必ず振り返りをしていって、その時に YouTube のことも、ちゃんとボイドタイムって言って願いが叶わんじゃないかという時間を除いて、ちなみに12日は水曜日の、夜からボイドタイム入っちゃうので、前日の明日11日に、一応願いというか自分がやるべきことっていうのをちょっとこう目標を確認する、でしかも手が届く位置じゃなきゃダメの。あ、手が届く位置ってどういう意味？だからなんか私一回書いちゃったんだけど、100万人行きたいって書いたら、それは手が届くってそういう意味で。あ、そう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 。本当に手が届く。届いちゃった。違う。だから今回とかだったら、またあと100人増えるまでに、じゃあそのための努力は何をするのか、いつまでに何をするのかっていうのを、できる範囲なんで3つまでですね、私の中は。本当は私、新月の願いで10個以上とか言うんですよ。で、私は今まで叶ったパターンを見るとちょっと絞った方が叶ってるかな。うーん、全然わからないね、俺ね。そう、でもね、だから違うの、怪しい占いとかそういうスピリチュアルの話じゃなくて、何きっかけでもいいから、自分の見直しをすることを月1やるってことかな。のぶちゃんは明日登山です。あ、そうか、いいね、ちょうどなんだ、新月の時に登山か。そう一応だから朝方4時になるから、水曜日の、朝方4時で、それの24時間以内 前後だと思うんだよね。だから前日でも夜になった時思い出して、山行って、じゃあ思い出してくるね、頂上で。明日ね、頂上1度だっていう。寒い。今日の天気予報のあれ見たら頂上1度、寒い。上り口でもう5度。明日栃木のね、那須岳っていう100名山行ってきます。そう、不思議だよね。だからちゃんと登山の場合に調べていかないといけないんですよ。だってこっちの感覚で言ったら、ジャンパーじゃあ1枚持ってきゃいいかじゃないんだよね。1度ですよ、1度。冬の格好ですよ、ほんと。もう慣れてたら死ぬんで、あ、セラピストばっかりだからね、8人。おー、すごい。みんなね、健康になるためにね、行ってきます。はい、今日は？はい、今日は、腰痛の、前回が1の方だったでしょ、今回は2の方です。というか前も言い出してたらもう分かんなくなっちゃってるから、ごめんね、2の方だっていうまたみたいな。今回は座骨ほぐしです。座骨いいね。座骨、この前仙骨でしょ、仙骨、今度座骨、仙骨じゃなくて骨盤の腸骨のね、下の座骨、お尻ね、今ついてるこの部分ね、それをどうやってほぐすかっていうのをちょっとね、今回筋肉の名前も出てきますので、ちょっと覚えましょう。はい。じゃあ、簡単だけどいきますか。はい。はい。じゃあ、レッツゴー。